母さんが死んだ。長い間口蓋病で入院していたお母さんがとうとう死んだ。お父さんは遠いイタリアからこの造船所に働きに来ていて、ドイツ人のお母さんと結婚したのだ。この環境が子供たちの体に良くないと考えたお父さんは、故郷のサルディニア島へ引き上げることにした。それで全部だな。よし、アントニオは後ろに乗りなさい。パパ、そのサルディニア島って遠いの？ああ、一週間ぐらいはかかるぞ。学校には船で通うの？何を言ってる。地中海で二番目に大きい島なんだぞ。海が綺麗で、空が真っ青で、お前たちも一遍で気に入るよ。エンストだ。アントニオ、着いたよ。
いいよ、チプリアーノ。兄さん。まあ、この子がアントニオね。写真で見た時よりずっと大きくなってる。ああ、アントニオ。俺の妹のジッタと旦那のスタニスだ。うん。こんにちは。こんにちは。よく来たわね。みんなで待ってたのよ。よ、来たな。とか行こう。え？いとこのビリアだよ。紹介するぜ。俺のいとこのトトイだ。ビリア、僕の名前はアントニオだよ。うん。このサルディニアではアントニオはトトイって呼ぶのさ。トトイ？これオイラが釣ったんだよ。よせよせ。こいつは村一番の間抜けなんだぜ。こいつが釣ったタコなんか食ったら間抜けになっちまうぞ。ありがとう。お腹が空いているでしょ。中へお入り。ちゃんとお食べ。トトイ、パンを食べろよ。これがパン？そうさ、サルディニアのパンだ。こっちは子ヤギの内臓の煮込み。どうしたんだよ。こいつはうまいぞ。まあ、トトイたちはサルディニアのお料理が慣れないのね。じゃあ、食後のデザートはいかが？ありがとう。うわ、おいしい。これ、なんていうの？ザバヨーネよ。ザバヨーネ？気に入ったんならいつでも作ってあげるわよ。うん、お願い。ガキだな。しかしチプリアノ、西ドイツにいりゃいい稼ぎになるし暮らしも便利だったろうに、よくサルディニアに戻ってくる決心をしたものだな。働くにはいいが、子供を育てるところじゃない。で、差し当たってこれからどうする？夏休みが終わったらせがれは土地の学校へ通わせる。俺の方は造船所で覚えた技術で漁船の修理屋でも始めようと思っているんだ。でも住むところは？ああ、死んだ親父の家はどうなった？あのままだ。でももうボロボロだぜ。なおさ、俺が生まれた家だ。いいだろう。俺の大工仕事も今は暇だ。手伝うよ。ああ、助かるよ、スタニス。さあ、明日から家直しだ。手伝うんだぞ、アントニオ。うん、任しといて。おじさん。ん？アントニオじゃない。トトイだよ。おお。あ、そうか。今日からお前の名前はトトイだ。さあ、どこから始めるかな。あ、何かいる。
山根だ。こんなところを住処にしていたんだな。おお、まだ子供らしいな。こいつは夜行性だからまだ目が覚めないんだ。あ、待って。フランチェスカ、おい。トトイ、遊ぶんならうちの外へ行きなさい。はい。フランチェスカ、貸せよ。おい、トトイ、マルコ船長の観光船に乗せてやるから来いよ。俺、その船でバイトしてんだよ。え、本当？おお、マルコ船長は元気かね。お父さんも昔彼の船に乗せてもらったもんさ。あ、いいよ、行っといで。うん、海水パンツも忘れずに持ってこいよ。あん、私も行く。お前は遊び友達ができたじゃないか。遊んでろよ。俺、甲板掃除の仕事があるから。大丈夫、俺が切符切りもやってんだから乗せてやるよ。出航は10分後だ。じゃあな。こんにちは。昨日はタコありがとう。いいんだよ、俺なんて。それより、おいら頭悪くて君の本当の名前覚えられなくてさ。トトイじゃなくて、なんて言ったかな。いいよ、トトイで。ここはサルディニアなんだもの。よかった。じゃあトトイ、オイラと友達になってくれるかい？もちろんさ、ペドル。え、どうしてオイラの名前知ってるの？簡単さ、いとこのビリアに聞いたんだよ。なんだ、そうか。シプリアーノ・ムジャンニの息子だな。どうして僕を？お前たち親子が帰ってきたことはもう町中の噂なんじゃよ。へえ。あ、来るんだ、トトイ。アメリカの大金持ちさ。クルーザーで地中海を遊び回るご身分だよ。5キロ以上も入り込んでいるイタリアで最も長い洞窟の一つ、海の牛の洞窟です。海の牛、そうです、アザラシのことです。この洞窟は古くから地中海モンクアザラシの一大生息地として知られてきた場所なのです。また肝心なところをごまかしてやがる。この北分流はごまかすな。もう何年も前からこの洞窟にはアザラシなんか寄りつかなくなってしまっているのさ。それ本当？ああ、昔何十頭もいた地中海アザラシはもう絶滅しちまったって話だよ。絶滅？来いよ、ちょっとだけど見るだろ。
じゃあ俺は先に行って明かりをつける仕事があるから。いつもいちいちガス灯つけに行くの？つけっぱなしじゃガス代で村が破産だろ。それに熱で岩肌が傷むのを避けてるのさ。観光客が戻るときにまた消してこなきゃならないから、しばらく時間がかかるぜ。泳ぎたきゃまあその間だな。うん。ああそうそう、泳ぐんなら船着き場のところがいいぜ。アザラシと間違えられたいなら別だけどな。どうぞこちらへどうぞ。足元に気をつけてください。はいどうぞ。どうしたんだ、トトイ。節船長、僕見たんです。何をだね。すごく大きいアザラシを。何だって。僕のすぐそばを何度も通ったんだ。おい、トトイ、大人をからかうもんじゃないぞ。この辺りの地中海アザラシは、とうの昔に絶滅してしまってるんだ。でも僕は本当に。さあ、そろそろ客たちが戻ってくる頃だ。船を出す手伝いをしてくれ。わかった、わかったよ。お前の言いたいことは全部わかったよ、ビリオ。いいか、こんなに言うなら見せてやるよ。こっちだ。ほら、トトイ、お前が洞窟で見た怪物ってのはこいつなんだろ。これだよ、このアザラシだよ。残念だが、こいつは10年も前に撮られた写真さ。地中海アザラシなんてもう幻だよ。今はこの絵はがきに残ってるだけなんだ。じゃあな、俺船の片付けがあるからもう行くぞ。うん、また後でな。でも、僕、本当に見たんだ。どうしたの、ビリア。買ったんだよ、これを手に入れるのに3年もアルバイトしたんだぜ。へえ。乗れよ。
うん。お、トトイ。遊んでばっかりおっても。これでもうお前らの曲に乗るのはおさらばさ。ま、トトイ紹介しよう。カテリーナだ。ほら、あのホテルの、つまりそのお嬢さんだよ。やめてよ、お嬢さんだなんて。そう、この子なの。アザラシを見たなんて嘘をついたのは。でも、僕本当に見たんだ。嘘じゃないよ。おい、トトイ、いい加減にしろよな。ここ何年もアザラシの影も見たやつなんていないんだ。信じてよ、僕本当に。いいこと。この土地で仲間外れにされたくなかったら、嘘はつかないことね。カテリーナ、トトイには俺からよく言っとくからさ。それよりみんなでツーリングしようよ。イリアのやつ、バイク買ったら真っ先にカテリーナを後ろに乗せたいなんて言ってたんだぜ。お前何言ってんだよ。あ、そうなのか、ビリア。なるほど、そうだったのか。そう、じゃあ乗ってあげてもいいわ。やったー。よし、どこに行く。カルトイはいいわよ。よし、決まり決まり。出発。ビリアのやつまだ帰ってこないのか。まあ、新しいバイクでどこまで行っちまったのかね。心配かけやがって。トトイ、お前のベッドにこんなものが落ちていたよ。ああ、そういえばビリアが言ってたな。お前、アザラシを見たそうだな。お前が嘘をつく子じゃないってことは、お父さんが一番よく知っているよ。この写真はナンニスパヌが昔撮ったものだ。ナンニスパヌって？お父さんの古い友達だ。絵描きで陶芸家でもある。アザラシのことを知りたかったら一度訪ねてみるんだな。うちはどこなの？こんにちは。シプリアーノ・ムジャンニの息子か。どうした、
俺が言ったことが聞こえなかったのか。はい。うん、おいで。うわ、びっくりした。剥製なんだ。ウッドルツだ。ウッドルツ？サルデニアのシンボルだった白襟ハゲワシのことだ。昔はたくさんいたが、今はもう誰も見たというものはおらん。絶滅したんですか？多分な。その剥製が最後の一羽だったかもしれん。5年前ハンターに撃たれて飛べなくなっていたのを助けたんだが、野生動物は人間のもとでは長くは生きん。間もなく死んだ。かわいそうに。あ、もっとひどい話は、その地中海アザラシたちだ。昔は何十万頭といたはずだが、今じゃ大型の漁船が底引き網で洗いざらい魚をかき集める。陸じゃコンビナートができて海の水を汚し散らす。アザラシは環境が変わると子供すら産まなくなる。アザラシを絶滅させたのは我々人間なんだ。僕見たんです、アザラシを。どこでだ？西ドイツの動物園でか。海の牛の洞窟の奥で。そいつは間違いではないな。うん、チプリアのムジャンニのせがれが嘘をつくはずはないだろうからな。明日の朝港に来られるか。は、はい。よし、まず調べてみることが必要だからな。はい、ナンニスパヌさん。いやあ、トトイ、待ってたんだよ。僕を？この船、何におじさんの船なんだ。そ、掃除をしとくように頼まれたんだよ。よし、来たな。おはようございます、何にスパヌさん。ペドル、その辺でいいぞ。さ、乗るんだ。どのあたりで見たんだ？もう少し奥の方だったと。その袋に懐中電灯がある。先を照らしてくれ。はい。南分流には観光客は入ってこない。はい。アザラシたちをそっとしておくためだったんだがな。しかしそれでもアザラシは来なくなった。
この先がアザラシの海岸だ。でも一体どこから光が？この真上の岩山に深い亀裂があって、そこから差し込んでいるんだ。すごく綺麗だ。もうあまり大きな声で喋るな。はい。さあ降りるんだ。ここだよ。俺が昔あの絵はがきの写真を撮ったのは。アザラシの糞だ。アザラシは自分の糞を砂の中に隠す習性があるんだ。まだ新しいな。見ろ、こいつは前びれの爪の跡だ。アザラシがいるんですね。少なくとも一頭がここ数日中にここにいたことだけはわかるな。子供だ。あー、かわいい。気をつけろ。まだ歯はそれほど伸びていないはずだが。いかん、母親は戻ってきたんだ。トトイ、そこ動くな。敵意のないことを分からせるんだ。おっぱいと間違えてるんだ。くすぐったい。どうだトトイ、動物園の飼育係だってこう早くはならせられまい。きっと僕らが敵じゃないって分かってくれたんですよ。ねえランニさん、僕この子に名前をつけてもいい？名前？なんて名前だ？ザバヨーネ。ザバヨーネ？だってこの毛の色。だってあの美味しいカスタードにそっくりなんだもの。ザバヨーネか。さえさえいい名前だ。4メートルはある。俺が見たやつの中では最大だ。さあ、母親が神経質になり始めている。引き上げよう。はい。じゃあ、ザバヨーネ、チャオ。トトイ。はい。
前の見たことを誰にも言わないと約束できるか。もしそんな噂が広まったら、あのアザラシの親子は平和な生活を脅かされることになる。はい、誰にも話したりしません。港まで行ってきます。ん？トトイのやつ、一体何を取りに行くつもりだ？さってるんだい。見ればわかるでしょ。タコよ。やあビリア。トトイ、こんなに小ダコばっかり取ってどうする気だい。まさか売る気じゃないだろうな。わかった。ペドロにもらってからすっかりタコ好きになっちゃったんだ。トトイ、この間ナンニスパヌさんとどこへ行ったんだい？え？ペドロに聞いたんだよ。ごめん、行っちゃいけなかったのかい？さ、話せよ。いとこの俺にも秘密なのかい？誰にも言わないって約束してくれるかい？もちろんさ。な、みんな。僕、ナンニスパヌさんと海の牛の洞窟へ行ってアザラシの親子を見つけたんだ。本当だよ、僕嘘なんてついてないよ。わかってるさ、そんなことじゃないかと思ってたんだ。ね、みんなで見に行きましょうよ。行こう行こう。さあぜ、行こう。よし、休みしますわ。よし、行こうぜ。行こうぜ。出発だ。出発だ。待って待ってよ。アザラシってやつはとても神経質なんだ。それに今日はマルコ船長の船も港にいないし。なーに、それなら心配するな。バイクがあるさ。え？バイクで？ここさ、ここがちょうどあの海の牛の洞窟の真上なんだ。うった。じゃあ、俺が合図したら一人ずつ降りてくるんだぞ。よし。よっ。次のやつ、いいぞ。よし、次のやつ降りろ。トトイ、どこで見たんだい？
あそこ。よし、行こうぜ。早く。ないが先に行って挨拶するから。怒らないで。僕友達にざわようねを見せに来ただけなんだよ。さあ餌を持ってきてあげてよ。お上がり。みんな僕の友達なんだよ。かわいいわ。ねえ、トトイ、私が触っても大丈夫？大丈夫さ。柔らかい毛。どれどれ、俺にも触らせろよ。おい、次は俺の番だって。お前も待て。へえ、だけどこいつ泳がないのかい？生まれたばかりのアザラシは泳げないんだって。ナニスパヌさんが教えてくれたよ。じゃあどうやって泳げるようになるの？お母さんが泳ぎを教えてやるんだってさ。僕も水泳は死んだお母さんがプールで教えてくれたんだよ。いけない。お母さんが神経を立て始めてる。もう帰っておくれって合図だよ。そうか残念だな。また来ればいいよ。じゃあさばようね。チャオ。よし、これで最後だな。みんな、今日見たものは俺たちだけの秘密だぞ。誰にも言わないって誓うか？ああ、誓うとも。約束するわ。うん。よし、引き上げようぜ。
お兄ちゃん、またタコ取りに行くんなら手伝ってあげようか。今日は一人で取るからいいよ。お前は山根と遊んでいいな。型を習うって本当だったんだ。すごいな。奇跡を信じる胸から溢れた夢を大切な答えがみんな心に眠ってた。ザバようね。おい、ザバようね、よせよ。水の中に落ちるじゃないか。うわあ。なったのか見せたいのかい？よし。ザバようね。よし、負けるもんか。
トトイ！今日は行かないという判断力ぐらいはあると思っていたんだ。どうして行けないんですか？昨夜は嵐だった。雨水で地下水流が洪水を起こすことを考えなかったのか？そんなこと夢にも思わなかった。まったく。さっき見かけて気になったんで来てみたんだが、よかった。洞窟から水が噴き出て、このゴムボートが押し流されてきた時はどれほど心配したことか。ごめんなさい。それに仲間たちをアザラシのところへ連れて行ったそうじゃないか。アザラシはお前やお前の仲間の持ち物ではないんだ。もっともっと大切なものなんだよ。とにかく当分あの洞窟に入ることを禁ずる。寂しいだろうが、あのアザラシ親子にはそれが一番いいんだ。これで何事もなく済んでくれればいいんだ。見てみな。あのヨットだ。すっげえな。わかったな。よし。きっと村祭りを見に寄ったんだぜ。カテリーナ、6番のお客にビールだ。はい。はい、お待ちどうさま。そいつはこんなでっかいやつだぞ。ほら、カテリーナ、こっちも頼むよ。何しろ土地の人間でも見かけた者はいないんですから。おう、しかしその話が本当なんだろうな。間違いありませんよ旦那。何しろうちの娘が見てきたんですから。
やあカテリーナ。カテリーナ、店の手伝いまだ終わらないのか。みんなカテリーナが踊るの待ってるんだぜ。あ、それより私謝らなきゃならないことがあるの。え、私お父さんにアザラシを見たこと話しちゃったの。本当？あっちゃー。だってお父さんにどこ行ったって厳しく聞かれたんだもの。それで、うん、それで今お父さんが、あ、やあトトイ、祭りを楽しんでるかね。ええ、はあ、そいつは結構だ。ところでうちのお客がお前に会いたいと言ってるんだが。え、恐ろしく気前のいいお客でな。まあ来ておくれ。ああ、君か。君だね、アザラシを見たという子は。君が動物好きらしいことは私にもよくわかるさ。私も子供の頃から動物が大好きだった。今でも私が経営しているフロリダのホテルには様々な動物を飼っている。特別製の水槽には1メートルもあるウミガメを泳がせているんだよ。ホテルのお客も珍しがって大喜びだ。そのウミガメとアザラシが一緒に泳ぐとしたら、こんな楽しいことはないだろうね。え？おお、100ドル紙幣だ。イタリアの金に換えるとざっと13万6千リラです。うん、アザラシの居場所を正確に話してくれるならその金は君のものだ。どうかね、トトイ君。お断りします。野生動物は人間が飼ったりしちゃいけないんです。失礼します。トトイ、まあ旦那ご心配なく。大体の場所は私が娘から聞いておりますから。さてと、待ちんでて一杯やるか。そうだな。そのウミガメとアザラシが一緒に泳ぐとしたら、こんな楽しいことはないだろうね。よし、これで最後だ。ああ、トトイ、それをこっちに送れ。はい。この家が完成したお祝いにこいつを届けに来たのさ。すまんな、スタニス。手伝ってもらった礼をしなきゃならないのに。なに、実はちょっとした金儲けがあったんでな。ん？金儲け？ほれ、港に入っている贅沢なヨットがあるだろう。ああ、リンゴとか言ったな。ああ、さっきあのヨットのシーフたちが俺の仕事場に来て板と材木をごっそり買い取っていったんだよ。なんと100ドルも俺に払っていったぜ。100ドル？
しかしそんな板や材木一体何に使う気だろうな。さあヨットの修理にでも使うんだろうさ。しかしヨットを直すなら兄さんに頼めばいいのにな。アメリカの大金持ちもあれで結構ケチなのかもしれんな。連れてって。しょうがないな。じゃあおいでよ。ペドル、あそこに泊まってたヨットは？ああ、あのヨットなら今日早く出て行ったよ。おかしいな。ヨットの修理のために板や材木まで買ったはずなのに。ヨットの修理？スタニスおじさんのところへ買いに来たんだ。そりゃ違うよ、トトイ。オイラボートの陰で寝てたら聞こえたんだ。あのスイフたちこう言ってたんだよ。これだけ厚い板なら檻を壊されまいって。檻だって？ああ。そのウミガメとアザラシが一緒に泳ぐとしたら。板と材木をごっそり買い取っていったんだよ。これだけ厚い板なら檻を壊されまいって。ああ。ヘドル、ナーニスパルさんに知らせてくれ。僕が海の牛の洞窟へ行ったって。え？ああ。フランチェスカ、ビリアたちにも知らせるんだ。お兄ちゃん。トトイ。ああ、大変だ。フランチェスカ、行こう。どうしたんだい、フランチェスカ。お兄ちゃんが一人で洞窟へ行っちゃったの。なんだって？それでみんなに知らせてくれって。よし、行ってみよう。すまって。おい、待ってくれ。何おじさん、どうしたんだペドル。トトイがアザラシの洞窟へ行ったんです。それで何おじさんにそれを知らせてくれって。何だって？
ようね。急げ。大丈夫か。早く逃げて。止めるぞ。撃たないで。あ、大変だ。撃つな。私の子も欲しいところだが、まあ勘弁してやろう。さあ、ヨット引き上げだ。ちくしょう、先回りするんだ。よし。ザバよ、僕がいけなかったんだ。君たちの秘密を喋ってお母さんを知らせちゃったんだ。それよいしょ、こっちだ。
重い。大丈夫だ。もうすぐ沿岸警備隊が来るはずだ。麻酔弾を撃たれて。大丈夫。もうすぐ麻酔が溶けるだろう。ああ、よかった。生きていてくれたんだ。だいぶ沖へ出たぞ。この辺りならいいだろう。さあ、ざわようね。お別れだよ。ああ、海へ帰るんだ。またな。早く行けよ。さよなら。さよなら。元気でな。まだよ、ちびすけ。ごめんね。さようなら、ざわようね。ザバヨーネはきっとお前のことを忘れないよ。いつか帰ってくる。今度はお嫁さんを連れてな。